次はね、ここね、燃料配管のアウトと、燃料配管がこっち、この左手側の後ろから回ってきて、今ここ切れるんで、だいたい長さ合わせて切っていきます。はい、切っちゃいました。で通してアウト出てくるかな、燃料が大量に。よいしょ、入った。こうやっていってます。ちょっとね、あっち側は干渉しまくってるんで、ちょっとそこはね、ホース保護するために何か巻かないといけないですね。はい、ということでチャコールキャニスターの配管と、あとね、燃料インとアウトの配管つながりました。では続いてまたね、配管残ってるんですけど、配管やる前に次は配線もやっていきましょう。